雨雨、ふれふれ、もっとふれ。どうも、いっとこ、二回目の登場です。広瀬です。今回はですね、この方に案内していただきます。どうぞ。はじめまして。はじめまして。永田に変わりまして、新編集長に着任しました鳥羽です。よろしくお願いします。旅のスペシャリスト、ジャラン編集長の鳥羽麻衣子さん。太陽のような笑顔で。 雨をも吹き飛ばしてもらいましょう呉市下鎌狩島から愛媛県の岡村島までを結ぶ秋名田飛島街道中でもおすすめの絶景が見られるという大崎下島と岡村島を目指しますうーわーこれはすごい大パノラマ広がる海辺のスポットすごいなこの鮮度は 旬の食材で絶品島グルメも飛び島街道初夏の絶景ドライブ旅広瀬さん、はいはい、今回はこちらのフリップにあるフォトマップを作っていきたいと思います<え>大崎下島とそのお隣の岡村島巡っていきたいと思いますあ写真の腕なら任せてください <laughs> あの大崎下島っていうと 最近話題になった映画のドライブマイカーのロケ地もそうなんですありますかはいでこちらの三田雷の街並みもその一つなんですけれどもフォトスポットがたくさんある街並みになってます雨にも負けず絶景フォトスポット体を張ってご紹介します行きますよ,ますよ、はい、大崎下島三田雷地区江戸時代風町小町の港町として栄えその街並みは 平成6年に国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されました映画「ドライブ・マイ・カー」のロケ地として最近話題のスポットなんですいや本当にこの辺り歴史を感じる趣ある建物並んでていいですね、はい、そうですねレトロというかね<ー>、はい、すごく雰囲気ありますよねこういう雰囲気好きです、はい ここはちょっとお店っぽいですねあ、そうなんですよこちら塩町館といって観光拠点になっている施設さんなんです、うん、編集長とは徐々に慣れていきますからご心配なく三田雷のメインストリートにある塩町館には島の特産品がずらーり我々の後ろにもいっぱいあるんですけどこの瓶に入ってるもの気になります、ね、そうですねこれ何ですか、はい こ黄金瓶詰と言い,いましてここは黄金の島といわれるぐらい柑橘が有名な場所なんですけどここの柑橘を使って、はい、ブランデーと白ワインを煮込むシロップなんですけど<あ>ヨーグルトとかビールとか,かお飲み物とかも、えーはい、合いますね黄金瓶詰シリーズは全部で9種類こちらプレミアムが人気なんだそうここでユニークなものを発見しました足長スポーツ 足長スポーツブランドとして<う>あのはい世の中に打って出ておりまして<ー> <laughs> <laughs> 看板がありまして三田は明治六年でしたかねあの小学校ができてて通学路に看板だけ残ってまして<ー>これ二代目になるんですけど看板をモチーフにした T シャツやリストバンドなどグッズがたくさん SNS 映えすると話題なんです こんなふうに写真を撮る人が多いそうです看板はですねまあ三鷹の満州寺の石垣のふもとにございますねはい、それジャンプして写真撮ってお寺の近くにあるって聞いたからこの辺のはずなんですそうですね、こちらお寺ですね石垣、あっあった、ありました曲がった瞬間にねすぐ見かりましこれかこれですねこれです、本物足長小学生 この看板、明治初期頃に、もともとは全国標識として各地に設置されていたそうです。どんな映え写真が撮れるのか、挑戦。いきますよ。いきますよ。行きますよ。はい行きます。うん、いいジャンプ。体硬いな、やっぱ。<laughs> <laughs> 後ろ足が。ああ、ああ。着地したところしか映ってない。<laughs> <laughs> 難し,い <laughs> 難しいですねうんこうなれば絶対に足長の映え写真を撮りたい来たいや来ました来ました来たと思いますこちらフォトスポットに認定ですそして島を代表する人気絶景スポットへ いや編集長、はい、海の見える方にねそうですね、移動してきました我々も歩いてきましたけど平佐鳩鳩と言いまして <laughs> はい、はい、江戸時代の後期に当時の最高技術で作られたものになるんですよ結構高くないですかそう,そうですね、あち高灯籠といって、はい、6.18メートルあるんですよね6.18メートル、はい、現代アートにも見えるようなこの真っ白な、ね、そうですね、美しいですよねへ、えー ここで名誉挽回かっこいい写真を撮りますよ <laughs> こちらもフォトスポットに追加ですそんなちさご波島を望む場所に佇むシーフロントダイニング新豊江戸時代末期に建てられた建物 もともとは旅館だった2階建ての木造家屋です実はここ映画『ドライブマイカーに関わりのある場所なんですこんにちはンンこちらどういうお店なんですか海鮮料理をメインとしたレストランでございますここがドライブマイカーのロケ地になったと聞いてるんですけど、はい、そうですね 2>,、はい、2階の窓がそうですああそうなんですね何かこう実際関わられたりもしたんですか そうですね深くは関わってないんですけれどもまあ、ロケペントを作らていただきましたこちらでは島に上がった鮮魚を最大限に生かした海鮮グルメをいただくことができるんです本当に立派ですねそうですねこれ来る時にですねこの富島街道の釜狩りという島で仕入れてくるんですそのなんか仕入れる際のこだわってるポイントとかあるんですかやっぱり鮮度ですね<ー>やっぱり生きた魚をお客さんに届けたいので この日とれたばかりのタイに特製の醤油だれを合わせて島じゃなきゃ食べられない鮮度抜群の海鮮丼タイがプリップリです、ね、秘伝の醤油のこの味付けも最高でもう口の中でね魚がダンスしてます本当に踊ってます <laughs> さらに。 源泉穴子を使ったこちらもうふわふわでふわすごく柔らかくてあ,<っ>であれですねうなぎと比べるとちょっとさっぱりとした味わいで,うで、ね、もう止まらない感じの軽やかな飛、えー、島街道近郊の穴子しかですね<ー>あの使ってないので。 はい、でしかもですね一般的には2 0 0ム前後ぐらいの穴子が主流なんですがうちはですね3 0 0ム以上の肉厚の穴子しか使ってない穴子中はテイクアウトもできますよ次どこ行きましょうかはい次はですねこちらお隣の岡村島もですね絶景がいっぱいあるんですよ、はい、この目の前そうなんです岡村島私 多分初めてですね行くの、えー、えでもあれ場所的にはもう愛媛県ですよねそうなんです県をまたいで行っちゃいましょう県をまたいでさらなる絶景スポットを目指し岡村島へうーわーこれはジャラン新編集長と大崎下島岡村島絶景ドライブ旅実はこの岡村大橋日本で唯一 会場で県境をまたぐ能動橋なんです。7つの橋でつながる秋名田飛島街道の終点地、岡村島に上陸。周囲およそ11キロ、人口およそ300人の岡村島。こののどかな雰囲気を求め、島へ渡る人も少なくないそうです。 岡村島に到着しました、はい、海のすぐそばを歩いているんですけれどもはい平州町なんかすごい味があるこれお店ですかそうですねお店ですね2年前にオープンした関前食堂さん東京から移住された方が営んでらっしゃるお店になりますあそうなんですか、はい、岡村港のすぐそばにある関前食堂わあ、なんかすっごくこう温かみのある店内ですね,ですねここは食堂なんですか、ね？はい そうです、ね、あの島の取れたものを使った、はい、料理を出してますえこれはなんかどういうコンセプトというかどんなふうに作られてるんですかですね<え>あのここ妻と一緒にあの DIY して、はい、あの直したんですけど建物自体はあの大正時代の建物で、はい、それに似合ったような内装にいうことで<ー>なるべくあとお金かけずに島のからもらったものを使って、はい、床とか直したりとか。 市の地域おこし協力隊として岡村島へやってきたという加藤さん前職についていた時病気になり無理のない生活をしたいと東京から移住してきたそうです岡村島のことをもっと知ってもらいたいと島の名産を使ったメニューを考案それが島レレモンカレーこだわりポイントってどういうところですかえっと鶏肉に まあ、レモンとか、まあ、ヨーグルトとかスパイスで、まあ、1日漬け込んでんはいえでレモン風味のルーになってるのとご飯の方にもレモン果汁入れて炊いてますんで美味、はい、しいありがとうございますいやもう当にあに食べる前から、はい、なんかちょっとそのレモンの香りというか、はい、やっぱりしてきて、はい、やっぱまろやかなんですけどその後にやっぱりこうレモンの酸味が来るというか、はいはい、カレーにぴったりのドリンク 島らしいすごいあのスパイスの香りもありますし、うん、あのレモンの酸味もあってでですすねね<ー>新しい、うん、あの感覚の飲み物です、ね、スパイスって何が入ってるんですかカルダモンっていう、はい、スパイス、まあ、香りがすごくあ<ー>、まあ、スパイスの女王って言われてるどうですかその島の暮らしっていうのは。 いやもう東京とは全く180度違うような感じでも東京だともう隣の部屋の人は誰か分かんないような感じなんですけどもここだとも島全員が知り合いみたいな移住者だからこそ見える島の魅力があるんでしょうねすっかり島の人になった加藤さんともパシャリ加藤さんに会いに行きたくなるお店です そんな加藤さんおすすめの島スポットへ。こちらなんです。あちょちょうどここですか。はい。あの小さな貯金箱会館という島の人が集めた貯金箱が展示されてるので、はい、ぜひ見てってください。貯金箱。はい。二年前の夏にオープンした島の小さな貯金箱館。いやもうどこ見ても貯金箱だらけ。です,、ね、すごいですね。<laughs> 館長さんで,いいではい、よろしくお願いします,しします日きでございますすごいですね一言で言うとこれそうですねもう20年近く一人で集めましたね一人ではい一人で、えー、長野県にその大きな貯金箱があった時そこ行った時に日本で三つしかないからああ それであの4号店いかがですかその時にははまだすする予定はなかったんでそれからいろいろ考えてこの島の活性化に何をしたらいいかな自分の叶う夢をっていたらこれしかない館内には趣味で集めたという貯金箱がなんと1600点以上ずらーりと並んでいます中にはこんなものもお金を乗せると電車が発進

私も島で生まれてもうここで島でずっと生活してるもんでだから島自体が好きなので,でそれでまあどんなかなと思ったらもう自分でこれを集めた時にそのまあ長野県の館長さんから言われたこともちょっと能力離れなかったということでこうやってする運びになったんですけど人情たっぷりな貯金箱館一番の魅力は館長さん。 貯金箱に囲まれてパシャリマップに追加ですそして実はこんな情報も山岡庭園っていうちょっとあ濃度上がったところにあるんですけど<う>すごい景色のいい見晴らしあしが良くて、うん、あの見晴らし地区が見えるそのスポットに行ってみることにこっでいいはずなんですけどねここですね,ここですね書いてあった山岡庭、はい、ここだ言っていたのはあ 素晴らしい眺めが編集長広がってますよ,すよ、ね、これ、ね、ここ山岡庭園は山岡さんという個人の方の庭園なんですが先ほど言った三太来地区や千佐古波とも一望できるんですちなみに晴れた日はこんなに遠くまで見えますよ さらにですね、あのこの先進んだところに、あのさらに眺望のいいところがありますので、これよりも行ってみませんか。行きたいです。はい。じゃ行きましょう。はい。どんな絶景が待ち受けているのでしょうか。上へ行くと、ここですか。そうなんです。こちらです。何このお白い。なんですかこれ。すごい特徴ある形してますねで。そうです。面白い形ですよね。長谷展望台。 二階建てにすることで、二百七十度見渡せることから、この形になったのだとか。この上から編集長一押しの絶景が見られるんです。運命は編集長にも預けてありますからね。ねはい、預かってます。はい <laughs>。一旦目を開けていただいて。ここ,ここ、ここで,いいですか、はい。はい。開けますよ。このとこでいいですか。はい、そうですね。うーわー、これは。すごい。 大パノラマじゃないですかこれちょっと今日霞みかかってやるんですけどなんか水墨家のようでね風情がありますね練習長すごいですねこれねそうですね<ー>私はちょっと高いところが苦手でここから目を守りたいと思いますそうなんですか <laughs> ちなみに晴れた日に撮るとこんな感じ大桂島から四国本土三太良市区まで見渡すことができるんですはい ここで最後の一枚をパシャリ最高の眺めの展望台、はい、え写真撮りましたんで撮、はい、っていきましょうか行きたいと思いますはい,はいはい,はい岡村島でまた一つ増えました いやー今回の旅ね振り返ると、はい、すごいあの風情とか、ね、ロマンを感じて、はい、なんだかこう心の豊かさとかねうん、うん、生き方も私はちょっとね <laughs> なんか考えちゃうなっていう感じなんですが、はい、編集長どうでしたそうですね私も新たな生き方考えたいと思います初夏の絶景マップ完成です